YouTube をご覧の皆様、こんにちは。フォレックスハイエース南大阪店営業三つ崎です。本日ご紹介させていただきますお車、こちらになります。はい、こちらの車、フォレックス、キャンピングカーシリーズのコムキャンですね。こちらの方をご紹介させていただきます。まずお車、ベース車両なんですけれども、お色が 4R4 のゴールド、ベージュメタリックですね、となっておりまして、四駆のお車となっております。でしたら早速細かいカスタム内容をご紹介させていただきます。まずなんですけれども、こちらですね、ガッツミラー、ボディと同色で塗装しております。で、一番下こちら見ていただくと、こちらがフレックスオリジナルのオーバーフェンダー、こちらもボディ同色塗装済みとなっております。で、通常こちらの車、フォグランプっていうのついてないんですけれども、こちらトヨタ純正のフォグランプ取り付けしております。はい、でこちらの車、ボディ車高の方なんですけれども、1インチローダウン施工済みとなっております。なので純正車高よりも 2.5 センチほど車高落ちております。で、それとプラスでこちらフレックスオリジナルのオーバーフェンダー、こちらも同色塗装、施工済みなんですけれども、こちら取り付けすることによってさらに1インチ以上下がった見た目、ダウンルック効果得られます。で、こちらですね、タイヤな、タイヤホイールなんですけれども、タイヤがグッドイヤーナスカータイヤで、ホイールがフレックスオリジナルカラーのバルベロディープス、こちら17インチセットで取り付けしております。はい、でこちらの車、後ろ回りのメーカーオプションなんですけれども、デジタルインナーミラーのカメラであったり、リアバンパーにインテリジェントクリアランスソナーっていうの4点ございます。はい、でこちらですね、フレックスオリジナルのアルティメット LED テールランプ取り付け済みとなっております。で、こちらに外部充電用のものございますね。こちらで外部充電できるようになっております。はい、でこちらからもし中開けていくので、はいはい、でしょ、ちょっと僕中の方行きますね。はい、キャンピングカーになりますので、こういったシンクのスペースであったり、こちらがシンクとなっております。で、このシンクの下にこちらに収納されているんですけれども、給水タンクと排水タンクございます。で、このままこちらですね、こちら押して引いていただくと、引き出しっていうのが収納もあったりします。で、こちらに冷蔵庫となっております。で、こちらもう一つ収納スペースとなっております。でしたら、カメラマンさん横からどうぞ。で、この辺りに、こちらまず1回押していただいて、こちら1箇所つけていただくと電気がついたり、こんな感じで、はい、もしよかったら引きでお願いします。今ちょっと1回電気消しますね。まず1個つけます。で、もう1箇所つけます。で、もう1個つけますっていう感じで、こんだけ明るい車内になりますね。はい、で、こちらちょっと見にくいかもしれないんですけれども、こちらに USB であったり、ディッシュソケットでコンセントなども装備しております。で、こちらですね、ファスプシートを搭載しております。前後スライド可能で、対面乗車であったりフルフラット対応なシートとなっております。で、床ですね、こちらもフローリング施工を施してあります。なので、こちらから一番後ろまでフローリング施工となっております。で、カロツェリア製の7インチナビ取り付けしております。こちらバックギア入れていただくと、今リアゲート開いてるんで上が映ってるんですけれども、バックモニターとパノラミックビューモニターの映像ございます。で、こちらもちょっと今リアゲート開いちゃってるんで空しか映ってないんですけれども、デジタルインナーミラーも装備しております。はい、はい、いかがでしたでしょうか。ド迫力ガソリン4駆の、
コムキャン当店の方入庫してきましたので、気になった方はぜひ私三崎の方までご来場のご連絡お待ちしております。では今回はこちらで以上とさせていただきます。最後までご視聴ありがとうございました。